員総合の持ち点ランキングです。さあ高校生西川登場です。笑顔を浮かべてこれから釣り輪、後ろは平田コーチ。高校生が日本チームを引っ張りました。まず西川登場です。規定は 9.75、 見事な得点でした。心を沈みます。正面水平、力は連続ですね。山明です。さあ着地ですよ。それスワンダブル決まりましたね。石川一生懸命やりました。素晴らしい出来栄えですよ。最初蹴上がりから力技ですね、水平指示、そして十字懸垂、中技も振動技も山脇入ってましたしね。これは最初の部分ですね。蹴上がりから上水平指示ですね、そして十字懸垂。最初の種目が釣り輪というのは、はい、これ力技が多いわけですからね。まあ、緊張すると力もらえますんでね、まあ、最初の種目としては比較的有利なんですよね。そうですか、はい、ましては日本は得点出ましたね。 9.70 です、まあ、日本は規定問題が釣り輪から入りましたんで、まあ、そういうリズム的なもんが十分体に染みついてるだろうと思うんですね、はい、ラッキーですよね。そうですね。日本はここまで小西 9.60、 山田 9.65、 西川 9.70、そして4位の中国は国林県 9.70、 李俊陽 9.60、 そして李寧 9.15、 巨子京 9.70 です。日本が規定第3位でスタート、4位の中国、そして5位のブルガリアが下から追い上げています。現在規定上位6カ国が6種目の演技を行っております。ソビエトは床から、あん馬、釣り輪、跳馬、平行棒、鉄棒へ。日本は釣り輪、跳馬、平行棒、鉄棒、床、あん馬と移ってまいります。それと今日は